こんにちは皆さん、今つけているジュエリーが昨日届いたので皆さんに紹介しようと思います。今日のビデオはジュエリーカンパニーアナルイサさんにスポンサーになっていただいてます。ありがとうございます。私のビデオを見てくれている方はもうご存知だと思うんですけれども、こちらの会社はとってもサステイナブルで、この送ってきてくれている箱もですね、リサイクル可能で、ジュエリーを包んでいるものに関してもこれは布で作られているので、自分たちで何か違うものに再利用したりとかもできるし、小物入れとかお金を入れたりとか、まあ、何でもいいんだけど、そういった風に物を仕分けたりとかするのにも使えるし、それでジュエリーをつけていた、なんていうのかな、こういうあるじゃないですか、パッケージって言ったらあれだけど、こういう風にぶら下げれるものも全て紙です。なのでこれもリサイクルすることができます。なのでもう無駄がないんですよ。もう来たところで無駄がなくって、でこのつけているジュエリーなんだけど、まあ、ジュエリーも全てリサイクルから、作り上げたものです。なので今の時代を生きていて、いろんな問題が目についてきて、環境の問題だとか普段生活をしている中で無駄を出したくないんだけれども、でもやっぱりおしゃれはしたいし、可愛く見えたいし、何かあればプレゼントを誰かにあげたいとか、そういったところでこのアナルイサさんはもうぴったりな会社なんじゃないかなと思っています。自分にプレゼントを見つけるのでも罪悪感がないというか、このジュエリーがどこから来たかっていうのも知っているし、どういった感じで作られたかっていうのも知っているし、全てフェアに手が行き届いているっていうところが私はすごく気に入っていて、でもちろんジュエリーがものすごく可愛いっていうのもあるから、目が離せない会社だなっていうふうに感じています。では私が今日つけているアクセサリーなんですけれども、この見てください、このイヤリング、ピアス、すっごい可愛いでしょ。ご両方ともプリントされてるんですよね、この柄が。でカラフルで、私すごいカラフルなの好きだから、なんか無地の服とかにこれをつけるだけでもこうポップしてね、色がポップしてすごい可愛いなと思ってこれを選ばせてもらいました。なんかサイズもパーフェクトって感じですね。でネックレスはこの上のはですね、長さがまた3段階調節できて、これは一番短い段階になっているんだけども、超可愛くないですか。超可愛いでしょ。もうこれはもちろんいつも言うけど、重ね付けするのに完璧だなって感じですよね。でこの一番下のはちょっとごっつめなんだけど、すっごいシャイニーでこう光ってません。なんかこうやっぱりフラットのネックレスになってるから平たいので、その分光に当たる面が多いから、どうしてもこうキラキラしてる風に見えるんだけど、ブリンブリンな感じで、だけどこういうちょっと甘めのドレスとも着れるし、これは1枚だけでつけるだけでもすごいアクセントがあるからもういいなと思ってこれを選ばせていただきました。はい皆さん、なので今アナルイサさんたちはサマーセールをやっているらしいです。 20% オフになるらしいですよ。なのでぜひ私の詳細欄のリンクの方から見ていただくと、自然と 20% オフになるらしいので、そうですね、プレゼント探している方とか、なんかすごいジュエリー欲しいんだけどどの会社から買っていいかわからないっていう時は、私のお墨付きですこちらは。はい、ぜひチェックしてみてください。ではブログに戻っていきましょう。Pikachu with the camera? Where's the Pikachu go? Is it tiny house still? No, right here! Oh! Okay, honey. Push it like this. No.
Oh, he's in the meeting. Okay, listen, Dada, わかった? ね? Bye, mommy, I love you. I love you too, bye-bye. Drive daddy's car. I got you. Bye, mommy, bye. I love you. I love you too, Johnny. Bye. Bye, hon. Bye. See you later, alligator. See you later, alligator. SpongeBob が流れてる。いやあんたドタバタよあんたドタバタよね学校のさ今日これからね私ねそう皆さんなんで私はこんなバタバタしてるかって言いますとあれなんですよ私美容の学校これからまた行くんだけどそのアポイントメントがこれからあるからそれに行かないといけないのさっきチアシード食べたから歯に挟まってるかなと思って、まあ、マスクしてるから見えないんだけどねそう、それでそのあっ Oh my god マジかちょっと待ってうちのさ子供とうちの子供が、まあ、ご近所さんとよく遊んでるんだけどもまあ、キャメロンが小さい時に買ったピカチュウ今フローレンスが遊んだりエディソンが遊んだりしてるんだけどさそのピカチュウの人形がお隣さんちっていうか、まあ、その近所のお家の屋根の上に乗ってた屋根の上に乗ってたあれはちょっとフローレンスが見たら泣く系だわね誰が投げたのもうあれ取って洗わなきゃじゃんもうねでもなんかご近所さんとその遊んでる時にもう結構汚くなってたからなんか汚くなってるどうしようみたいな感じでなんか操作し始めたからあもうあの洗濯機に洗ってもらいますから大丈夫ですんでって言ってたんだけどねまあそんなそれはちょっと置いといてたそうこれからそれで学校に行くわけなんですよでうんそれでちょっとバタバタしたわけ朝はでなおかつうちの旦那がお家で仕事してたからあんとそのうちの旦那ミーティングしたりとかしててでその間に私はビデオ撮ってみたいな感じでもう子供なんてもうわっちゃわっちゃでもうんとあなた大変よ夏休みは本当大変今日アポイントメント行ってお話ししてもっと詳しく話す分かると思うんだけど今私が知っているあれだと私600時間学校戻らなきゃいけなくってで初めの300時間がまあ座って勉強するやつねで後の300時間がまたフロアであれしないといけないわけよフロアでお仕事しなきゃいけないのねっていうのが美容学校ってさ美容の専門学校ってその美容の専門学校専門のヘアサロンがくっついてるのよいつもでその美容師の卵たちはさはじめそのクラスで勉強するじゃんかねでそのクラスで勉強するのが終わったら今度本当実際に
実際にその学校についてるサロンで働き出すわけで、そのなんかだからね、あれなんだよ、サービスとかすごい安いんだ。ヘアカットが12ドルとか、もっと安かったかな、マジヘラ、昔ニュージャージーで行ってたところ、なんかまあとりあえずすごい安いんだよね。だから私がそのニュージャージー行った時に来てたお客さんとかは結構白髪染めに来るおばあちゃん、毎週毎2週ずつこう白髪染めしないともうさ、根元が全部真っ白になっちゃう人とかは、そういうやっぱあれだね、学生のさヘアサロン安いから来て、毎2週来て、白髪染めしてたね。でもとにかく白髪染めが結構多かったから、白髪染めは結構エキスパートだった早く塗って、で時間待って、で洗って終わりっていう感じ。そうだけど、たまになんか結構そういうやつ、特殊なやつやりたい子とかも来て、若い子でなんか何紫にしたいとかさ、髪の毛っていうのもあったし、もちろんヘアカットもあったし、だからヘアサロンがやるようなことをやるわけよね、要はね。そうで、それが、その残りの最後の300時間私はやらなきゃいけないんですよ。でそれが、あと本当に一般の人来てさ、普通の人がそのサロンに来て予約取って来て、普通に学校に電話して予約取ってで来ればいい、あのヘア髪の毛のサービス受けられるのね。もちろん払わなきゃいけないんだけど、でもその あのサービスにかかるお金は学校に行くんだよ。だから私がお金稼いでるんでもないんだけど、そう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 、それでね、そうやるんですよ。だからハワイに住んでいる方でなんか安く何ヘアサービス受けたい、まあヘアサロンやっぱ、ね、アメリカはすごい高いからね、髪切りたいなとか、なんかそういう特殊なヘアカットっていうよりかは、なんかこう長さ揃えたいとかさ、すきたいとか、なんか簡単なやつ、簡単じゃなくてもいいけど、でもいいけど、え、何でもいいけど、もしハワイに住んでる方で髪の毛やりたい人は、私8月から学校に行くんだけど、8、9、10、11月ぐらいかな、11月、12月、1月ぐらいは学校のサロンで働いてますので、もしサービス受けたい方、私のサービス受けたい方、多分髪全般になると思うんだけど、うん、そうだね、髪全般になると思うんだけど、もし私を信用してサービスを受けたい方はぜひ来てくださいはい、学校のサロンにぜひ来てください。そしてお話をしながら髪の毛をやりましょう。はい、そういう感じでございます。よし、着いた、着いたんだけど、ちょっと早いから気になってた本屋さん行ってみる。かわいい。あ、まだ開いてない。まだ開いてんかったよ。あ、どうしよう、まだ開いてんかった、どうしようかな。なんだよ、今何時？11時予約なんだけど、今38分だって。どうすっかな、ちょっとなんか適当に歩こっか。お店はいっぱいあるからね、ここ。ハロー、何これ、あ、ヘアピンが落ちてきたのか。はぁ、暑い。
学校に行ってきて、なんか学費の話とかして、で必要な書類とか渡して、でまあ今日は終わり、とりあえずなんですが、皆さん本当ね、私今日なんかさ、せっかくここ買い向きなんだけどね、せっかく買い向きに来たから、私このエリアすごい好きだから、いろいろ遊びたいんだけどさ、いろいろ見たりとかしたいんだけど、うちの旦那が1時半に家を出なきゃ、会議があるから1時半には家を出なきゃだから、それまで帰ってきてくれって言われててね、そうだからちょっとまあさ急ぎで、まあ、時間全然あるんだけどね、ちょっと寄り道はせず帰らなきゃかなって感じ。どっちみちあれよ、ちょっとさ食料品は買わなきゃいけないからどっか泊まんなきゃだしっていう感じなわけ。 OK？ だからとりあえず終わったね、だから帰ろう。なんか私の時間的に600時間じゃん、全部で行かなきゃいけないの。ハワイで1から美容師になるってんで、ライセンスを取るってなると1800時間かかるんだけど、そうなるとさ、やっぱり学校にいる時間も長いから、あれよ、さサロンで働く時間も多いんだけど、私の場合ちょっとそれが結構短いかもしれないですね。そう、すごい楽しみにしてたんだけど、なんかフロアにそのサロンで働ける時間帯が時期が来てもそんな毎日入れないみたい。サロンに、サロンに入れるのは週に2回とか。そうで、多分すごい短いんだよね。そうか、どうなるかな。こうやって来れる人は来てくださいとか言ったけど、そんならしいです。そこら辺は詳しく分かったらまたお伝えします。
どうだったダンス。はい。あのね、ああやってフィルムを回す前は、もっともっといけてたわけ。私とフローレンス。超いけてて。で、これはすっげえ面白いと思って。で、撮り始めたんだけど。そしたらやっぱ面白くなくなっちゃうんだよね。なんでもそうなんだけど。いつも、はじめ、この映ってない時の方が、いろいろ面白かったり楽しかったりするんだよね。あ、それ皆さん聞いてください。あのね、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 聞いて聞いて、あのね。私さ、この家に引っ越してきてから、結構激しく、猫と犬を探してるわけ。あと、ウサギも。犬はね、前アドプションしたくって、で、ちょっとトライしたんだけど、うまくいかなかったの。なんかその、上の人が、あなたたちはまだ子供が小さいし、今まで一度も犬を飼ったことがないから、子供たちもどういうふうにケアしていいかわからないし、で、家にまだフェンスがついてないから、それで、あなたたちには犬を渡せられないって言われたわけよね。で、それでもさ、いろいろ調べてたりとか、まあその時のは、その時のワンちゃんはダメだったんだけど、いろいろ調べてたりとかしたら、やっぱりなんだろうかな、その、アドプト、なんかその、今はアドプションする犬っていうのはさ、どこからか来てるわけよ。まあその、例えば子犬でレスキューされたワンちゃんとかなら、まあちょっと話は別だけど、今これから話すのは、それなんていうのかな、もともとオーナーがいて、で、そこからその、なんていうのかな、手放さなきゃいけなくなっちゃったから、理由は何にせよ。ね。で、その、レスキューされてさ、その保護団体に。で、保護団体が里親を探すわけじゃん。で、私はその里親になりたかったんだけど、すごい、まあ、プロセスがあるわけよね。で、あっちも、やっぱり、一回さ、そういうふうに手放されてきてるワンちゃんだし、いろいろ経験してきてる子だから、もうそういう嫌な思いはさせたくない気持ちでいっぱいなわけよ。で、それはすごいわかるのね。だけど私たちはさ、もう、愛すのに準備万端で、お家もあるし、準備万端なわけよ。で、私たちは特にそういうエネルギーがすごいあるお家だから、もう常に子供となんかしてるっていう感じの家じゃない。だから週末とかは海行ったりとか、今夏休みだから平日じゃなくても海行ってるけどさ、海行ったりプール行ったり、なんか何かしらもとりあえず外に出てなんかしてるっていうお家だから、そういうののエネルギーに合った活発なワンちゃんを探してたわけ。こう家にずっと いさせるとかそういうタイプにはならないのよね。そう。で、だから、保護して助けられる犬がいるなら私が愛情を与えてあげて、この先の将来を一緒に過ごしてあげたいと思ってたし、私がレスキューしてあげたいと思ったわけ。なんだけどさ、その、要は、その保護団体の人たちが言うには、やっぱりワンちゃんたちは、その何かしらその過去があってきてると。で、理由があってここにあるし、何かしら抱えてるものがあるから、それを、この、なんていうのかな、調節できるワンちゃんと、もうそのままその個性のままでいくワンちゃんと、いるんだよね。その傷によって。で、私はそれをさ、どのワンちゃんでも、愛情を与えられるから、その傷がどんだけ深かろうとも、関係ないと思ってたんだけど、でもやっぱり私だけじゃなくてさ、その、ほら、子供もいるじゃない？子供がまあ大きいよね。で、子供がさ、その常にこう、うるさい家だし、うちは。うるさいし、悲鳴もためにあげるし、ドタバタしてるしさ、そういうのにストレスを感じない犬や猫じゃなきゃ保護できないんだっていうのが分かったわけよ。で、そうなってくると、その保護犬で里親探してるって言ってもさ、あっちもどの里親でいいっていうわけでもないんだよね。で、うちもうちで、私が愛情をあげれるからどのワンちゃんでもいいよ、どの猫でもいいよって思ったけど、でも結局、あっちもそうでもないんだよ。で、その、私が行った保護団体の人は、最終的に、要は、あなたたちがフォースターファミリーをして、あなたたちがフォースターファミリーをして、フォースターファミリーっていうのは、そのさ、レスキューのワンちゃんたちが、その、里親を探している間、テイクケアしてあげる家族のお家のこと、フォースターファミリーって言うんだけど、ボランティアでね。で、それをまずやって、
でもしその中でその気に入ったワンちゃん、自分たちと合うワンちゃんがいるんであればキープすればいいし、まあそうやってなんていうのかな、ボランティアしている間に犬にも子供たちがなれるだろうから、そういう風にやったらって言われたんだけど、それもそれではすっげえ言ってることわかるんだけど、そううちはもうなんか家族が欲しいわけよ。なんかその毛の生えた家族が毛が生えた家族が欲しいんだよね。わかるよ、すごいそのプロセスはわかるし、急ぐ必要もないんだけど、それでですね、今週の金曜日に猫2匹、それはアドプトするっていうのかな、まあ、要はこのオーナーの人が本土、アメリカの本土の方に帰ると、でその引き取ってくれる人を探してるみたいな感じで見つけて、私が、で可愛いんだよね、可愛い子たちだし、1歳半ならまだ超大人になってるわけでもないじゃない、まだまだまあ赤ちゃん、まあ猫ちゃんのその1歳半っていうと結構まああれなのかもしれないけど、あサイズ的にはそのなんていうの、キティンな超ちっちゃいベビーでもないからさ、なんだけど、あこの人本当帰っちゃうんだし、このワンちゃんたちはね、引き手が見つからなかったら多分このいつもの流れでまたそのレスキューの団体のところに行ってっていう感じになるし、そう、今週の金曜日この彼らたちを私が引き取りに行くことになったんです。でねでね、超楽しみなんだけど、すっごい可愛いわけ。あのね、それでうちの旦那がさ、うちの旦那結構犬がずっとし、犬ってずっと言ってんだけど、私は犬でもいいし猫でもいいし何でもいいっていう感じなわけよ。そうなんだけど、そう、それをね、金曜日取りに行くの、金曜日もらいに行く、引き取りに行くのね。で、うちの旦那に言ってないじゃんね。で、だけどさっきキャミには言ったのね、キャミに内緒だからねって言ったの。そしてキャミはすごい喜んでた。で、まあ、キャミはずっと私が猫欲しいっていうのを知ってて、私がいろんなところに猫見に行ってるのも知ってたから、一緒に来てたし、だからああもうとうとう来るんだなっていう感じだと思うね。で、旦那がさ、旦那に内緒だからね、私の友達についてきてもらって、で、一緒に猫ちゃんを引き取りに行きます。はい、すっごい楽しみ。とうとう私もキャットパーソンでございます。OK? それを皆さんに教えようと思って。だから、次のビログあたりには多分うちに2匹猫がいることになるよ。OK? 楽しみだね。すっごい楽しみ。じゃあ私これ化粧落としますから。はい、最後に。これ、皆さん。サマーセールやってます。20% オフらしいので、ぜひぜひ、ウェブサイトチェックしてくださいな。OK? ではおやすみなさい。またね。See ya. Good night ね。OK? Bye bye.